こんにちは、キラです。ということで、今回の動画は、クリエのあるマップをやって、ソロランクに挑んだら、敵をキルしまくり、チャンピオンに舞い戻ることができました。という内容の動画をお届けしようと思います。はい、ということで、今回もいつも通りランクマッチがやってきたんですけど、今回は、ソロランク前に、ある乱戦マップをプレイして、ランクマッチに挑んだんですけど、その結果、敵をたくさんキルすることができ、チャンピオンに再び舞い戻ることができた。そういった感じの内容になっております。僕がどんなマップをやってソロランクの調子が良くなったのか気になる方はこの動画を最後まで見ていってください。それでは早速本編に入っていきたいと思います。クリエイターサポートはアキラ285でお願いします。はい、ということで早速一番最初にマップを紹介していこうと思うんですけど、マップコードはこちら 45074678-3745。 このマップはエージェンシーの建物の中で敵と戦いまくる乱戦マップになってるんですけど、建物の中での対面を練習することができたり、建物の中ということもあり、積極的にピースコントロールも狙いやすいので、かなりピースコントロールの練習にもなります。でもちろんかなり実戦に近い形式での対面練習ができますので、実戦に近いエイムを鍛えることもできると思っています。でこのマップ制作者は僕の配信者友達のワナビーさんで、僕と一緒にワナビーさんが作ってくれたものを僕が一生懸命宣伝してみんなで遊んでもらうっていう形の体制をとってますので、皆さんよかったらね、このマップ本当に練習になるので、よかったらいっぱい遊んでみてください。ということで実際このマップが終わった後ソロランクに移行してますので、お次はソロランクの動画をご覧ください。どうぞ。最悪。うわあ。スラップ飲んでるわこいつ。うわいいと本当に。
いつ回線めっちゃ強い。やばすぎ。で、この状況で戦う。うまい。鬱陶しいなこいつ。うざすぎる。あ、は？ボット？鬱陶しいなマジで。根元ワンチャン折れるぞこれ。オッケー。オッケー。
危な、途中終わってた俺。グロ、よし、うぜえ、マジかよ。ちょっと近づいただけでそんないじめんでいいや。いや、やばい、マジかやん。やばい。ですよね。さあ。は？お疲れ様でした。